こんばんは。今日は椎茸ハンバーグを作ります。材料はハンバーグの材料と椎茸を足すだけです。玉ねぎ半分をみじん切りにしていきます。今回はこのまま混ぜます。一度皿に乗せておきます。次に椎茸の軸を取ります。石突きを取った後の軸はきんぴらとか唐揚げとかにできるので使ってみてください。あまり洗わない方がいいかもしれないんですけど、今回は裏側を少しだけ濡らすように少し洗います。合いびきミンチをこねていきます。クレイジーソルトを入れます。適量入れます。加減を見て自分のお好みにしてください。次にナツメグを入れます。これも好みがあるので、好きな人はたっぷりと、あまり好きではない人は入れなくてもいいと思います。はじめのうちはポロポロなので、フォークか箸かで混ぜていきます。もうちょっとナツメグを入れたいと思います。やっぱりクレイジーソルトも入れます。よく混ぜます。混ざったら卵を一つ入れます。このあたりから粘りが出てくるので、手袋をつけて手で混ぜていこうと思います。玉ねぎパン粉も混ぜます。しっかり、白く油が浮くぐらいまでよく混ぜます。椎茸と同じぐらいの大きさのお団子を作っていきます。椎茸の裏側の部分に薄力粉をかけていきます。こんな感じかな。そして椎茸の裏側の部分に先ほど丸めたハンバーグの種を貼り付けます。余ったハンバーグはちっちゃくしてお弁当用にします。中火で温めたフライパンに油を引きます。肉の部分を下にして焼きます。少し押し付けます。フライパンに収まりきらなかったものはまた後から焼きます。焦げないように料理酒を
少しかけて蓋をして蒸し焼きにします。6分ぐらい肉の部分が焼けたら裏返して今度は椎茸の部分を焼いていきます。だいぶ縮んだので残ったハンバーグも入りそうなのでここで入れてしまいます。椎茸の部分を焼いている間に付け合わせを作ります。今日はキャベツの千切りと豆苗のちっちゃく切ったものとプチトマトです。6分ほど経ったので焼けたかどうか串を刺して確認してみます。穴から出てくる汁の色で透明なら完全に火が通ってる証拠なのでもうこれは焼けてますね。念のために一番大きいものを半分に切ってみます。 OK です。ちょうどいい量を盛り付けていきます。だいたい3つですかね。盛り付けていきます。はい、出来上がりました。味付けはお好みですけど今日はめんつゆとポン酢とお水を足したものとあとは九州醤油で食べます。歯ごたえがあって美味しかったです。ではまた。